はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは。リュウです。さあ本日なんですが、レース界、憑依覚醒デッキ組んできたのでね、これ今日使っていこうかなというふうに思ってるんですけれども、レース界、結構やっぱイラストアート高くて、まあ、割と人気のテーマだと思うんですよね。結構ね、憑依覚醒、これ、結構なんか割と高かった気分なんだよな、OCC で。なんか、イラストアート高いのがいいよね。で、今日はこのテーマ使っていくんですけれども、ただこれモンスターたちね、どういうあのモンスターいるかっていうと、全属性のなんか憑依装着モンスターと、あと霊使いモンスターがいまして、こちらの、その憑依装着だったら、地、水、炎、ウィン、ダルク、ライナっていうこの6属性。で、霊使いも、ね、同じように、6属性いるんですよね。で、ダルクが最近実装されたので、マサディエルに。まあ、全属性揃って、まあ、全員集合といったところなんですけれども、この、モンスターたち、まあ、ちなみに、リンクモンスターは結構強くてね、まあ、自分と同じ属性のモンスターが相手の墓地にいればそいつパクれるっていう、効果があるんですけども、まあ、ダルクは結構強いですよね。闇属性パクれるんで、まあ、闇か光は大体相手の墓地落ちてるから、まあ、このライナかまたは、ダルクはかなり強いかなと、思うんだけれども、この辺の、モンスターたちって、正直ね、単体だとそっち強くないんですよね。で、霊使い何が強いかっていうと、まあ、永続トラップ、カードまたは、永続魔法カード、または、永続トラップカードでビートダウンしていくっていう構築がなんか一番強いっぽい。基本的にその憑依装着の憑依覚醒っていうカード、これは、自分の霊使いモンスターおよび憑依装着モンスター効果では破壊されない、まあ、ライトニングストームとかね、サンダーボルトとか今回純正剣になるけど、サンダーボルトとかが効かなくなって、でさらに、自分のフィールド上のモンスターの属性の数かける300ポイント打点がアップしますよっていう。まあ、例えば1体いれば、1850なんで一応、打点がね。なので、まあ、2150になるし、まあ、2体いたら600上がるから、2450みたいな、感じになっていくんだけれども、これどんどん上がっていくんですよ。だから、憑依覚醒を張って、まあ、いろんな属性のモンスター横に並べて、打点を上げて殴っていくみたいな感じのテーマなんですね。で、あまりね、テーマ内で妨害ないんですよね。例えばまあ一応憑依解放とかはなんだデッキ違う、戦闘効果でモンスター自分のフィールドのモンスターが破壊されるとなんか属性が異なる守備力1500の魔法使いを、デッキからなんかその出してこれるっていうか、まあ、これでなんかエクレシアとか出してきたりも一応できるんだけどさ、今回は入ってなくてレイツから出してくるんですよね。でステレージの使い手っていうのは手札を1枚捨てるとデッキから霊使いと憑依装置がモンスター、憑依魔法トラップカードのうち2枚をなんか、加えてセットするみたいな。だこの使い手をね基本的には使ってなんかモンスター持ってきてで憑依覚醒をなんかそのセットするみたいな動きが基本ムーブになってくるかなっていう。で一応憑依覚醒は伊達上がる以外にも、自分のフィールド上にそのなんか憑依系のモンスター1850のね魔法使いモンスターが召喚特殊召喚されたらデッキから1枚ドローするって効果あって、まあ、これ白雪とかともね一応相性があったりするんだけど、こういうモンスターでまあ打点を上げていく。じゃあどうやって相手のね妨害をしていくかっていうと、基本的にはその永続トラップとかで、まあ妨害というか、まあ、制圧をしていくと。で、まあスキルドレインとかあと群雄割拠とかこの辺のカードはねめちゃくちゃ相性が良くて、まあ元々その魔法使いしか出さないんでこっちなので、まあ、群雄割拠は結構、魔法使いしかいないデッキには割と相性いいのかなっていうのと、あとスキルトレイン、これは別に正直ですそのフィールドの効果あんま強くないんですよ。この人たち基本的に憑依覚醒を、まあ、張って打点を上げて殴っていくっていう、まあ、そういう感じのテーマなので、まあ、スキルトレイで別に効果が起こったところでこっちはあんまり関係ないかなっていう、まあ、そういう感じで、あとはね相手のデッキに刺さるメタカードを入れればいいので、まあ、一番強いのはねこれだと思ってる俺は。魔法族の里、魔法使いがいないと魔法カードを発動できないっていう効果なので、まあ、例えば今流行ってる楽園融合とか、ああいうのが全く手になったりするし、そもそもアルベルが打点1800なんで抜けないんですよ。ウィンちゃんとかを。なので、これはね、かなり強いと思ってるから、まあ、だからまあガン積みしてる。3枚と、さらにテレフォーミングも入ってる。まあ、理想的な盤面ね、先行で。まあ、憑依装着を、出して、で、憑依覚醒かなんか貼っといて、で、後ろにスキルドレインと、魔法族の里貼るみたいな。これがね、一番強いかなという感じでしたね、使ってて。で、マクロコスモスとかで、相手のね、墓地を送られるカードを全部除外したりとか、あと、それからまあ、大取り物で、相手のモンスターパクったりとか、まあ、こういうまあ、メタカードはなんか環境に合わせて使っていただければいいかなと思うんだけども。はい。で、まあ、一応ライトニングストームとか結構きついんですよね。魔法トラップ除去、ハーピーの跳ね防止とか。まあ、そういうのカードを一応メタれるように、神の宣告入ってるけど、まあ、相手魔法使いデッキじゃなければ魔法族の里でこと足りるっていうこともある。はい。
まあ、こんな感じで、打点がやっぱ低いんですよ、どうしても。なので、月山盾が入ってるっていう、はい、まあそんな感じですね。まあちょっと使っていただければ分かるんですけれども、見た目に反してかなり陰キャ風の陰キャ風の動きするんで、ちょっとなんか申し訳なくなる時はあるけど、ちょっとイラストアドはかなり高いんでね、かわいくないですかこれね。もうこれ精霊術の使い手とか見てこれ、これ太ももすごいね。シータちゃんの絶対領域完璧じゃん。なので、まあ、これはねイラストアドを相手に見せつけながら引火するっていう、まあ、オタクにはね大歓喜のデッキとなってますんで、早速ね、このデッキ使っていきましょう。デュエルスタンバイ。可愛い子には毒があるってことでね、今回は憑依装着デッキをね使って、いこうかなというふうに思っております。あ、グリフォンライダー、なるほど、グリフォンライダー、なるほど、 OK。 回し方そんなむずくないんで、憑依装着デッキ割となんかその遊戯を始めたての方とかには割となんかおすすめできるデッキなのかもしれないね、これね。永続トラップ開いてなんか憑依装着だけでビートすればいいだけなので、なんか意外とねそんなむずくないと思うわ。メタビっぽいし、なんかそんななんかめちゃくちゃ難しいプレイングがないし、ルートとかないから、なんか覚えることが少ないというか、なんか引いたカードを置いていくだけみたいなのがあるんで、はい、まあそれだけでも強いのが遊戯王ですけどねフォースストリクス、やべやっべ、これクソ投げ、それで始まる、これもしかして、これムーンライトからレイドラプターズ、これ何構えるムーブって、これ明らかにや犯罪ムーブみたいなことしてるんだよね、先行で。いやー強いな、でも思ったほどなんとかならないこともないみたいな感じか。 IP マスカレーナ来た、 IP マスカレーナ、ベルテアナコンダ、これでデスペニね、でセットしたデスサイズバルみたいな、デスサイズそんな辛くないんですよね、俺。エクストラからモンスターあんま特殊しないんで、あんま辛くないです、デスサイズ自体は。ただ、デスベニーがちょっときついかなっていう気はするけど、いや、デスベニーがどうなるかだな、あとは。なんかデスベニー頑張って処理ねえかな。はい、了解です。これで、あれですよね、とりあえず、一旦です。あ、ここ使ってくる、なるほど。ここ使ってくる、OK。デスペニで、デスペニでデスサイズ割って特殊召喚封じてくるのは別にいいや。で、深淵に潜むものも発動していくと。なるほど。OK。で、俺は墓地の方が使えないと。まあ、あんま関係ないですね。墓地の効果もあんまり使わないから。で、デスサイズとデスペニを叩き合っていくと。はい、OK でいいでしょう。で、アーティファクトデスサイズ効果。デスフェに行こうか、OK、いいでしょう。まあ、墓穴っていうね、裏目あるけどね、これね。結構、相手は。まあ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 。まあ、これ、言うて、群雄割拠あるんで、なんとかあるんじゃない、これ。で、デスサイズ効果。特殊召喚成功時、エクストラデッキからモンスター特殊召喚できない、OK。エクストラデッキから、もともと特殊召喚する気ねえから。そもそも特殊召喚する気ねえし、あんまり。で、強欲で金満な壺発動して、カードを2枚ドローしたんで、なんかある、あ、なんもない、OK。はい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 、なるほど。解放起きたか。解放は、まあ、まあ、それはいいや。マスカレーナで何を出してくるやつ、これ。軟体素材の何、これ、アポロサかな、出てるんですよ。ベルテアナコンダ、あ、アポロサか、OK。パンツ見えたー。アポロサもそんな辛くねえな、今。そんな辛くねえ。一旦ちょっと強欲で謙虚な壺発動。マジックトラップカードに触ってくる方ないから、今。アイテムフィールドだから、そこ、ああ、そこ裏なんだ、なるほど。合金に打てないのやるねえんだからか、なるほど。合金に打たないのはなかなかやるが、ではまあ、とりあえず使い手打っちゃっていいか、使い手打って、でこいつ捨てて、でデッキからモンスター持ってきて覚醒発動かな。まあ、誰かが一番良さそうですね。相手の敵的にはね、闇属性が多そうだから。で、覚醒持ってきて、覚醒セットして、で、もうドローはできないが、一応発動はした方がいい。これ、群雄割拠開いたらさ、デスに帰ってこねえよな。とりあえず、ちょっと一回、こっちかな。ウィンちゃんから出して、難しいな、これ。ウィンちゃん出して、しかもモンスター効果あんま使わないから、まあ、アポロウーサもまあ実質腐ったみたいな感じはありますね。で、割拠を発動してあげれば、
デスフェに帰ってこない、でマクロももう脅威解放もある。いやこれなんとかなんじゃねえかな。まあ、一応これでエンドするか。脅威解放で一応モンスターが耐久はできるんだが、だがだな。でもいやこれ2体殴られたらきついか。2体殴られて、まあ、ちょっとマクロコスモ発動する。マクロ発動、ちょっと羽暴起だけマジでやめて。羽暴起ほんまにやめて。これいやでもこれ次のターンでしょえるか。800上がるからいけるな。次のターンではしょえる。次のターンではしょえる。いやじゃあ全部開いちゃっていいか。解放、解放は一応開いた方がいいか。いやこれこうだな。でここで群雄割拠も開いて、でこれでスタンバイフェーズデスベニーは出てこれない。天使だもんね、こちら。こいつら天使だから、群雄割拠開いて、天使族しか入れちゃダメですよ。あ、天使族だからこれあれか。どっちも入れるのかめんどくせえな。まあいいや。で、スタンバイフェーズデスベニーは戻ってこれない。オーケー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 。あとアポロウサとデスサイだけでしょ。いや、なんとかなるんじゃねこれ。なんとかなるんじゃねこれで。アポロウサしょってしまえばワンチャン。もう妨害なしみたいなところあるじゃん。羽暴起だけほんとやめて。あ、これでエンドしてくる。なるほど、えれい考えたね。なるほど、殴りもしないんだ。なるほど。今殴った方が一応モンスター減らせが良かった気がするけど、相手的にはね。ま、そうなってくるともうこれこうなるから、これ打点で抜けれるんですよね。打点で抜けちゃうんですけど、なんかあります？打点抜いちゃうんですけど、なんかありますか？これちなみになんか、あとはなんかひたすらモンスター横に並べて殴っていくだけなんですけども、やることあんまないんですよ。あとなんか憑依覚醒でドローして、なんか適当にモンスター並べて殴っていくだけなんですけども、なんかあります？なんもない。神戦強いね。まあ、とりあえずバトルして、両方ともしょるか。まあ、50だけ上回ってるんでね。まあ、ちなみに一応800打点がアップするんで、もうちょい上回るか。はい。で、おい。どうする？どうする？負けてるよ。大丈夫？大丈夫かな？その癖カード何かだ？その癖カード何かだ？墓穴かなんかですかね、これ。無限保養かなんかですかね。ちょっとわかりませんけども。まあ、とりあえず800打点アップするんで、まあ、戦闘では絶対に突破できる。で、デスサイズも普通にしょっていく。めちゃくちゃ相手頑張って制圧場面敷いたのに、無に帰されていく。その癖ガードちょっと怖えな。まあ、神戦が効くんで神戦セットしますけどね。まあ一応セットして、はい。まあこれでいいんでしょうね。はい。さあどうしますか。さあどうしますか。さあその癖ガードなんですか。その癖ガードはもう実質、あーもうターンが変わってしまうと神の宣告が刺さってしまう。これは厳しいか。デストロイフェネックス海選手一生戻ってこない。はい。強そうな場面敷いたのにね。かわいそうに悔しいでしょうね。あー悪くはなさそう、悪くはなさそうだが、まあ、ちょっと金券が通るかとかによるか。金券じゃない、合金が通るかとかによるか。合金が通るかとかによるんだが、なんか通ります。あ、通りますね。なるほど、通ります。まあ一応これは強欲で謙虚な壺を発動するしかない。はい、マクロ月神、あー弱いな。モンスター引けないか。まあ、しょうがねえか。じゃあ、マクロが一番、まあ、制圧力的には高いので、まあ、マクロを引っ張ってくるしかないかなこれ。まあ、モンスターにアクセスできないときはね、マクロスキドルビートみたいなことするしかないんですよね。群雄マクロスキドルビートみたいなことするしかないんですよね。ゴミで草。圧倒的ゴミデッキで草。脅威覚醒どこ行ったんだよみたいな。脅威覚醒どこ行ったんだよみたいなね。わかりますけれども。さあ、どうしますか。さあ、マクロコスモスが開かれましたよ。ハッピーの羽根防御だけ本当にやめてください。ハーピーの羽根ボーキャすいませんでしたになるんで。ピューデス、なるほど、ピューデスよく制限カード引いてきたな。まあいいだろう。スキドレがあるんで、まあデスフェニーはなんとかならーな、なんとかなるな。スキドレはがあるから、でマクロあるから一応、まあモンスターさえ引ければなんとかなんだけど、ちょっとモンスター引いてくれねえかな。
モンスター引いてくんないですかね先生。デスフィニーとかは普通に好き取りしますよ当たり前に。ちょっとお前黙ってろ一回やべえ残りライフが4500、まずいぞまずい、そろそろモンスターを引けないとマジやべえことが起きたな、ま、とりあえず一旦金券打つしかないか。あ、軍衆いらねえな、金券打つしかねえな、金券打つしかねえな、金券打ってこれ6枚じゃないだろ、もはやもはやもうこれエクストラなんかもういいや、もうエクストラ使わねえよこれエクストラ。ちょっとなんかもうなんかもういやいや、やんもうやんないだろ、いやでも言うて霊使いどうしようがちょ何除外したらいいかわかんねえけど、まあ、なんでもいいなこれ、もうこれでいいや、なんかこの辺ちょっと除外しといて、ほんででモンスター飛行、一回一旦モンスター飛行、ここでウララって言われたらかなりやばい。よしよしよし、オッケーで、マクロ、あ、使えてきた、オッケー、ナイス、使えてきた、使い手が来たのはでかい、オッケー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 、ここにウララって言われたらおつやな気がするけど、一応打つしかないね。まあ、モンスター6枚しか入ってませんからね、まあそんな簡単に引けないみたいなのがありますけど、まあ一応精霊地の使い手があるんで、まあ頑張ってここでなんとかしていくみたいな感じですよね。はい、でここも通る、あ、これチェーンあれか、デスペニか、じゃああんま関係ねえか、ダルクでいいか、ダルク手札加えて、んでもマクロあるからな、別に何でもいいな、マクロあるから、墓地いかねえわ、何でもいいけど、まあいいやこれで、で月神装備してぶん殴っていくさやじゃんこれで、憑依覚醒をセットするしかない、これ圧縮した方がいいね、分かったこれモンスターセットしたいな、これこっちの方が強そうじゃない、これそんな簡単に抜けないでしょこれ、多分あの敵系わかんねえけど、マクロスキドルあるしこれ、これでさ、これ次のターンめっちゃやばいことが起きるよねこれね。で憑依覚醒は一応発動した方がいいのかな、まあどうせね金券が発動されてるんで、まあ発動したところでワンドロー入んないんだけど、まあちょっと一回ちょっと効果解されないようにしとくか、一応これで、ま、魔法トラップゾーン全部丸からね、ちょそれがちょっと危ないかなと思うけど、まあとりあえずこれで1000、100打点アップするんで相手の攻撃力もで、金券発動してから50ダメージ金券が発動してから50ダメージっていうね、残念ながらデストロイフェニックスガイ君はもう一生墓地に行くことはない、なんでかっていうとマクロコスモスがあるからだ。さあどうする、さあかかってこい、いやこれ羽暴起マジでやめて、羽されたら世界が完全終了するからマジでやめて、もう神戦とかねセットできれば一番良かったんですけど、さあどうする、エクレシア、なるほど、まあ一応スキドレあるけどエクロシアの効果は発動できてデッキから特殊召喚できる効果があります、まあそれはいいでしょう、それはいいです。で何かが出てくる、これなんだろうなこのデッキ、エクレシア、あ、な、わかんない、なんだこれ、エクレシア特殊召喚エンドか、弱えな、なんか双剣とか入ってないのか、2150の突破ゲーか、でも双剣出てきたところで、はい2450来ました、はい2450ビットいきまーすいや考えることなくていいねこのデッキ、待って、だってひたすら2450すればいいだけだもんこれ、いやもう何も想像できないから俺殴るしかないでしょバトル、はいゴー、はいはいこの月神を装備したダレク君を抜けなければ相手は罪だぞ、さあなんだあのステカード、無限か法要か、あれなんだあそこ、でも法要だったらスキドルの前になんか起きそうな気がするけどな、これさちょっとさ合剣打ちに行くわ、なんかもうちょいさ、何神戦とか欲しいわ、神戦とか欲しい、これ1枚ドローすんじゃん、いやあ来た、オッケー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 、神戦セット、いやこれでさ、これでだな、てかこれ今合計打てなかったんだっけ、なんか俺なんか使ったっけ、金券使ったっけ、俺使ったっけ、ちょなんか覚えてねえな、ゴードンね、オッケー、いやゴードンはいいんじゃない、いやでも事故ってる選手これ無効にした方がいいか、いやこれ止まると思うな多分、いやこれ止まると思う多分、魔法族の里があればねもっと最強の場面ができたんですけどね、多分止まってくれ、これで2150抜かれたら俺落ちや、よし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 いやそこそこのゴミデッキですねこのデッキ、
いや素晴らしくゴミデッキがね爆誕して僕は嬉しいですよ。いやまさか憑依覚醒がこんなにクソみたいなデッキだと思わなかったヒーローライブエアマー、あ強そうだけども、まあでもダークローもデスフェニ、まあデスフェニじゃないな、ダークローは別に大丈夫だな。マクロスキドレが通ればまあなんとかなる、そうなりそう。デスフェニ何破壊してるからね、これなんかガン伏せしてスキドレだけなんとか守ればいけそうな気すんな。はい、でディアは強いな、コストやるやんけ、強いじゃねえかお前、やりやがるぜ。ヒーローそんなやばいクソやべえ制圧盤面は知ってこないからね。まあ割と良心的な敵だと思うけどねこの敵ね。あイゾルディングのパターン、あこれそういう感じ、これもしかしてヒーローではない、あヒーローじゃねえなこれ、これあれだ、これさてはゲロナガゴミカスソリティアデッキだもんね口悪いってごめんなさい、ソリティア長長こ、え誰、究極包囲玉神レインボーダークドラゴンパイセンじゃないですか。なるほど、パイセンおはようございます。パイセンは闇属性除外すると出てこれるんですね、なるほどね、はい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 、なるほど。反目の従者やばい、最強カードじゃん。ソイモンスターのコントローラーが映った時、ソイモンスターのコントローラーに装備モンスターの元々の攻撃のダメージを与えるカード。あえこれ元々の攻撃力のダメージってこれもしかしてこれ4000くらい、これ元々の攻撃力分のダメージ書いてるよ、痛いね痛いねえ痛っ